2019年、北陸自動車道で三輪自動車の男性を死亡させたとして危険運転致死に問われていた男の控訴審で名古屋高裁金沢支部は一審判決を破棄して執行猶予付きの判決を下しました。このの裁判は2019年、金沢市鳴町 JR 西日本職員元松一被告が 白山市の北陸自動車道で急な車線変更をした結果三輪自動車を運転していた70代男性がガードレールにぶつかり死亡したとして危険運転致死の罪に問われているものです一審の金沢地裁は危険運転と認め懲役6年を言い渡しましたが被告側は車線変更は被害者を妨害する意図はなかったと控訴していました 名古屋高裁金沢支部で開かれた控訴審の判決で森弘裁判長は被告の車が被害者に著しく接近したが被告はその事実を認識しておらず事故のあとら警察に通報していることなどから意図したものではないと危険運転を認めませんでしたそして一審判決を破棄し禁錮3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。 元松被告は弁護人を通して妨害目的はなかったと認めてもらえて感謝しているだが自分の過失で被害者が亡くなったのは大変申し訳なくご冥福をお祈りするとコメントしています。